橋岡大樹選手に来てもらいました。よろしくお願いします。ありがとう。お願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ緊張します。緊張してんの？ちょっとね。ちょっと緊張します。まあ橋岡選手、まあ橋岡だね。橋岡はプロ3年目。そうです。3年目でユースの時に練習生で来てて、レッズユースでね、トップの練習に来てちょっとプレーさせてもらったっていうことなんですけど、橋岡選手に早速企画なんですが、東京世代じゃない。今20歳だよね。20歳。今年21です。1の年だね。で橋岡大樹が選ぶ東京世代のすごいと思う選手ベスト3。ベスト3。ベスト3よくやってるやつだ。よく見てます。ベスト3。ベスト3なんで。ベスト3。なおちょっとこれ書いてもらいながら、説明してもらいながらお願いします。わかりました。もう書く感じですか。お願いします。わかりました。3位から。順位ね、やっぱね、つけるのは難しいと思うんですけど、まあまあ、順位は気にせず、とりあえず一人一人言う感じで。まあ、一応順位は3位っていうところからお願いします。わかりました。ちょっと携帯で感じしちゃっていいですか。もちろんもちろん。これはいいよね。同じプレイしてるからね。そうです。そうなんですよ。プレイ、全員プレイしてる人なんで。そうそうそう。すげえ嬉しい。嬉しいし、これ言ったところで俺が変な反応したら、ナス全然知らねえな。すいません、先に謝ってください。全員調べてないですか。東京オリンピック。いやいや、調べてる、ある程度は。ある程度はね。できました。第3位からお願いします。田中碧選手です。川崎フロンターレ。川崎フロンターレの田中碧選手です。理由は、僕一緒に、去年初めて一緒にやったんですけど、やっぱ田中碧選手はボランチでボールを奪われないし、周りをしっかり見えていて、まあ僕が言われたのは、もう困ったら俺に預けてくれっていうのが。そうなんだ。で、そしたら俺が何とかしてやるからっていうくらい、やっぱ自信も持ってるし、ミスがなくチャンスメイクができる選手な。ボランチでも縦パスをどんどん入れたり、ゴールに繋がるようなパスを入れてくれるんで、だから僕が大体困ったら見てるのは田中碧選手です。すごい、すごい嬉しくない？後ろの選手としては。そんな選手から。いや、そうですね。なんかもうもし後ろで困ったら、ね、したらもう俺に出してくれれば全部俺が打開してやるからっていう風に言われてるんで。すごい。いや、すごい選手だなと。一個上の先輩なんですけど。あ、だから碧選手って言っちゃうよね。なるほどね。そういうことです。すごい。第3位。第3位は田中碧選手でした。すごい。でもね、これ最初に言っておくと、やっぱ王道の、まあ王道って言っても今日本代表でずっと活躍してる久保建英選手だったり、堂安選手だったり、冨安選手だったりっていうのはもうみんな分かってることだと思うので、ちょっと別の選手行きたいなと思ってて。ちなみにさ、一言ずつでいいんだけど、プライベートはどんな感じなの？田中選手は先輩っていうのもある。先輩だけど、まあまだ2、3回しかやったことないんですけど、代表で。まあすごく頼りがいのある先輩だし、プライベートだと正直遊んだことはないんですけど、ご飯行ったこととかは、連れてってやるからご飯行こう。兄貴肌だ。兄貴肌なんですかね、意外と。優しいんだ。意外と優しい感じですね。冷たい感じの時もある。ツンデレですかね。どっちかって言ったら田中さん。そうなんだ。ツンデレ。これはすごい貴重な情報。貴重な情報だと思います。じゃあ第2位お願いします。はい、誰だな。誰でしょう。こう意外と、ああそこかみたいな。第2位を。第2位か。お願いします。第2位は、サンフレッチェ広島の大迫圭介選手です。おー、ここは。いやー、なんか僕は同世代なんですけど、ずっと僕の後ろを守ってくれている選手で、代表の時に、なかなかキーパーでプロ2年目から出る、しかも J1 で出るっていうのはないし、しかもやってて、やっぱまず安心感がある。へえ。キーパーってなんかそういうのって結構大切じゃないですか。ディフェンスが後ろにいて、このキーパーすげえ安心できるなとか、あとコーチングがとにかくいいんですよね。へえ、そうなんだ。とにかくコーチングが的確で、もう後ろの選手からするとやりやすい。あとは足元がすごい上手い選手なんで、ビルドアップがすごい上手いなっていうのは印象にあって、まあそうですね、アンダー17の時から一緒にやってるんですけど。あ、そんな一緒にやってるんだ。で、ずっとずっとずっと一緒にやってきて、まあこの前の23のアジア最終予選もありましたけど、そこでも僕のミスをカバーしてくれたり、これ絶対決められたっていうのも全部止めてくれたりしたので、大迫選手は2位に選ばせてもらいました。キーパーの持つ要素で全てを兼ね備えてる。全てを兼ね備えてると思います。だから今後も本当にすごくなるんじゃないかなって思います。ちなみにプライベートは、周りの人から大迫選手どんな感じなのって言われて、結構うるさいよっていうふうに言うと、みたいなこと言われるんですけど、結構うるさいんですよね。
あ、まあ、気を許してくれてるのね。気を許してくれてるのが、うん、で、独特な人との関わり方を持っていてそうなんだ。なんかすごい、独り言が多い。この選手、独り言が多いんですよ。そうなんだ。だから、まあ、プライベートでご飯行ったりっていうのは一回あるかな。まあ、遠いんで、うん、代表で来た時にたまに一緒にご飯行くくらいで、まあでもプライベートの話とかはよく一緒にしたりはしてますね。同年代なんで。なるほど、同年代。じゃあ第2位、大迫選手。大迫選手でした。はい、第1位お願いします。1位、うん、いや、これは分かんないな。第1位はバルセロナの阿部裕樹選手です。ここはやっぱり、まあ、バルセロナの B チームでやってるっていうのもあって、うんうん、僕は阿部選手は18歳の頃から一緒にやってるんですけど、うん、やっぱり何より努力家、すごい努力家で、そうなんだ。テクニックもすごいですし、ドリブルのとこも本当に一緒にやってて、うん、まあこの人ならボール預けても、うん、絶対こいつ1枚くらい剥がしてくれるだろうなっていう選手で、はい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 、まあシャドウとかサイドとか主にフォワードとかやってるんですけど、うん、決定力もあるし、うん、シュートがとにかくうまいっていうイメージがあるんですよ。あ、そうなんだ。僕はなんかドリブルばっか注目されがちですけど、うん、シュートがすごいうまいイメージがあります。まあシュート練習とかあるけど、うん、ほとんど消えますからね。そうなんだ。ほとんど消えます。同い年じゃない？いや、僕の1個上なんですけど。あ、上なんだ。早生まれで、うんうんうん、まあ同世代の代表にずっと入ってたっていう。まあ阿部選手は鹿島でも10番最後つけてましたし。ああ、そうだよね。まあ多分本当に日本中の皆さんが期待してる、なるほど、スーパースターだと思います。第1位阿部選手です。プライベートの方では結構ご飯も、まあ、結構っていうか、まあまあご飯もちょくちょく行ったりしてて、うん、さっきもちょっと阿部裕樹選手から電話があって。そうなんだ。ちょうど、ちょうどさっきも。どんな話すの？逆に話、まあでもサッカーの話もたまにしますし、うん、まあそうですね。あとはプライベートの話とかを。だからそのくらいの関係性なんだね。そういう話ができる。あっちはどういうふうに思ってるかわかんないですけど、少なくとも僕は仲いいっては思ってます。あ、ちょっと思ってるから。かかってくるぐらいだから。確かに。それはそれを思ってますよ。ああ、貴重な話を。貴重な話を。第1位、阿部選手です。阿部裕樹選手です。はい。そのさっきちょっと話で出た、はい、U23、はい、タイで行われた1次予選敗退っていうのを、はい、受けて、あの大会通じて橋岡は何を感じた？僕はそれ結構聞かれてて、うんうん、正直いい結果ではなかったっていうのは自分たちも分かってますし、うん、まあ、今だったら SNS とかでやっぱり世間の皆さんがこういうの持ってるっていう情報が入ってくるわけで、試合終わった後にそういうのが見たくなくても入ってきちゃうっていうとこで、それででも落ち込んでてもしょうがないなっていうのは僕は思ってて、東京オリンピックでまずいい結果を残すためにはチームに帰ってからの自分たちの振る舞いっていうのが大切なのかなっていうふうに思ってて、もう終わってしまったことはまあ一回置いといて、でまずはチームでみんなが個人個人の能力っていうのを上げていけば自然とチームとしても成長していくし、東京オリンピック本番でいい結果を残せば、そのU23のアジア最終予選が あそこで、まあ、負けといてはではないんですけど、ああいう経験をしといて良かったなっていうふうに思えるようになるんじゃないかなっていうふうに、まあみんなでミーティングそうなんだして少しそういう話も出たりしました。でもいいね、なんかすごい話聞いて、なんか確かにこれ結構裏側だから、結局は感じたもん勝ちだと思うし、確かに、うん、今は一番大事なのは東京オリンピック、はいはいはい、だからまあそれも分かってるし、だからそういう話し合いをしたと思うんだけど、そうそうそう、絶対感じて、はい、次に進んだもん勝ちだと思うから、そうですね。だからもう本当に聞いてすごく嬉しくなった。うん、いや本当に強くなるよ。いや強くなりたい、絶対なりたいです。それが人を成長させますから。ありがとうございます。期待します。ありがとうございます。頑張ります。はい、ちょっとレッツに話をして、はいはいはい、レッツで尊敬する先輩って誰一人挙げるんだ？これ尊敬する先輩ってやっぱ那須さんも、うん、あのレッツにいたから分かると思うんですけど、うん、はいはい、めちゃくちゃいるんですよ。あーそっか。でも、うん、いろいろジャンルがあって、うん、こういうとこであの人尊敬できる、こういうとこはあの人が尊敬できるっていうとこで、うん、僕はその中でも、うん、阿部選手を尊敬できる選手だなと思ってて、同級生、同級生なんですか、うん、やっぱり阿部選手はもうワールドカップでずっと試合にも出てるような、うん、そういう選手で、うん、40歳近く、はい、そういう選手が練習に一番早く来て、一番遅く帰って、うん、そこまでしてああいうコンディションを保ってるんだなっていうふうに思って、
多分サポーターの皆さんとかは努力してるとこは多分見れないと思いますけど、僕たち選手からしたらそういう裏側が見れてて、僕はそういうとこが本当に尊敬できるなと思ってて、僕自身正直、まあ、毎日続ける継続っていうのってすごい難しいと思ってて、僕もすごい正直嫌いなんですよね、そういうのは。あ、はいはい。でもそれを阿部選手がずっとやっていて、でやっぱそういう選手が、まあ、日本でもずっとワールドカップにも出れるくらいの選手になっていくんじゃないかなっていうふうに思って、僕は本当に阿部選手は尊敬できるなって。そうなんだ。長くやるだけの秘訣だったり、はい、その結果を残すだけの理由があるのをずっと間近で見て、ずっと間近で見ていいお手本だね、本当に。そうですね、すごいいろいろ相談にも乗ってもらったりしてるんですね、阿部選手には。なるほどね、はい、経験をしてんですね。いや本当に間近でこんないろんなすごい選手たちがいるのってなかなかないなと思いますね。いやすごい今さ、はい、話聞いたじゃん、はい、いろいろ、はい、キラッキラしてるね。キラッキラしたサッカーの話になると、ね、いやいろいろ感じてさ、まあ、いろんな身近でも行ったりさ、はい、その同級生でもそうだしさ、いろんなこと感じて、まあ、これから本当橋岡選手期待してるので、はい、最後に目標、はい、目標、はい、お願いします。今年は2020年で東京オリンピックがあるということで、そこを目標としてるのは当たり前ですけど、まずチームで浦和レッズの中心の選手になっていけたらいいかなと思っていて、年齢関係なくまずチームに影響力を与えられる選手になれるように頑張ります。そして東京オリンピックも絶対出て優勝します。頑張ってね。ありがとうございます。本当ありがとうございました。ありがとうございます。緊張した。緊張した。そう、ここがいいんだよね。ね、緊張してたけど、感じていることをさ、言葉で伝えるのって難しいじゃないですか。だけど、その一生懸命な感じが多分伝わるから。伝わるんすかね。俺、マキ君によく言われるんですけどね。その話し方じゃね、結構ね、こんがらがるよって聞いてる人は。でも、これも使うから。使う。これも使うと。そしたら、人間らしさが伝わる。ああ、そっかそっか。使ってほしい。ありがとうございます。頑張ってよ。はい、ありがとうございます。OK。ありがとうございました。